皆さんこんにちは、今日はですね、素敵なゲストをお呼びしております、アンダーウォータースペースの、代表取締役社長の、宮沢さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私会社名間違えてませんでした？大丈夫。アンダーウォータースペース大丈夫です、ね、よかったちょうど久しぶりですね。1年半ぶりです ですね。なかなかお会いする機会はなかったんで1年ぶりじゃないですか、ね、1年ぶりぐらい、はい、そうですね。昨年のこの撮影に来てもらって、はい、今回はまたサッシの撮影にちょっと協力していただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またでも今回、はい、アクアリスターね、はい、前回もめちゃくちゃおしゃれな場所だったんですけど、はい、今回もなんか素敵な、ね、素敵な場所で、はい、ハドソンスタジオさんにお邪魔して撮っております、ね。結構1,2,3,4,5 結構作りましたね。水槽だけで多分11とかやってますね。そうだそうだ、大きいのちっちゃいのと、うん、確かにやってますね。でも今までやっぱり僕もアクアリウム好きで、うんうん、やっぱ僕はね、やっぱアクアリウム好きで熱帯魚屋さんが好きで、うんうんうん、アクアリストになったタイプなんですよね、うん、やっぱりどちらかというと水族館が好きな方もいるし、はいはい、水族館から入る方と、うん、やっぱ僕はね、熱帯魚屋さんの、うん、わーっと熱帯魚が、まあ、ネオンテトラプラーティっていっぱい並んでて、うん、でそれを見ているところから入って、そうで何年だろう、私ももう16年目ぐらいでずっとやってるんですけど、自分でね、そうその思うとやっぱり結構私も依頼で、うん、結構例えば都内のタワーマンションとか、はい、そういったところから水槽を設置してほしいみたいな、まあ、例えばそういった依頼があった時に、意外と既存水槽合わなかったりするのが結構最近まであったのかなと思うんですけど、やっぱりこのアクアリスタの特徴って、前回の時もそうだったけど、結構今時のいろんなタイプのおしゃれな、例えばこうなんていうんですかね、まあ、西海岸風だったりアイアン調だったり、でそういったところでもパチッと結構合いますよね。やっぱり人の生活があって、うん、はい、で熱帯魚あってアクアリウムじゃないですか、はい、その順番はやっぱりなんていうんですかね、しょうがないことですよね、はい、いきなりだからどんなに素敵な水槽を作れたとしても、はい、そこに人が住めなかったら意味がないし、うん、そのある環境に、うん、例えば音がうるさかったりとか、はい、なんかねデザインがちょっとどうこうとかっていうのも含めて、まあ、アクアリウムの商品はやっぱり作っていく必要はあると考えてるんで、はい、僕も水槽にはこう結構非日常を求めるっていうか、それがやっぱ水と空気で、まあ僕らは酸素吸ってて、で水の中はやっぱりまあ酸素とか、酸素はね違う形で取り込むから、なのでまあ私もアンダーウォータースペース、水の中の宇宙っていう、なんか一つの水槽をまあ水の惑星というかね、なんか不思議だなと思ったんですけど、スペースってまあ今宮沢さんまさにまああのアンダーウォータースペースさんとして、まあ本当に宇宙をこう感じさせるような展示会とかもされてて、まあ、宇宙っていうと私はまだまだ正直そんなスケール感であんまり考えれないんだけれども、はい、その空間っていう意味のスペースだとしたら、もうすごく共感がもう当然できるもので、はい、まあ、やっぱり、まあ、我々はメーカーで作ってるから、あくまで人が使うで、基本的には家で使う、はい、ホームユースみたいな感じのものなので、まあ、そこにはなかなかまだ宇宙は取り入れられないんだけれども、はい、ただでもそこの空間として考えた時にはまさにこう水のある空間、うん、そういうスペースは常に私もすごく意識してやってはいますね。あ、うん、ちょっとだからニュアンスの違うスペースとして共感ができるのかなと。確かにそうですね、そのスペースつながりでね、スペースつながりで。宇宙ってでもなんかすごいですよね、スケールが。そうだ、僕も本当はその水槽という限られた、やっぱ水槽の限られたこの、まあ、スペースのスペースもやっぱあるんですよね、はいはい、もちろん宇宙のスペースと、あと限られたスペースって意味ですね、まあ、今はね母さん言ったのは空間のスペースの中の、日常に取り入れる水槽、はい、私はその限られたスペースの中で、まあ、今こちらに見えてる水槽とかだとまたそれぞれの世界を作っていくっていうところが、まあ、一番の魅力かなとは思っていて、でも今回ちょっと一緒にね、カズさんからもやらせていただいて作らせていただいた、まあ、流木だけの水槽とか、はい、ストイックなやつね、ストイックなやつ、はい、あとカズさんのあの、はい、石ね、かっこいいですね、あれ石を、ありがとうございます、レイアウト、あれはコツコツ作って、コツコツ作って育ててきました。だから結構、はい、まあ、やり込んじゃうと、例えば海水魚もサンゴ、まあ、サンゴのたくさんサンゴを集める魅力だったり、もちろん水草をこういろいろと育てて水中化させたり、それをまたトリミングして作るとか、そういった魅力もあったりするけど、やっぱり何かまた新しい、ちょっともっと斬新なとかね、水槽の新しい使い方とかっていうのも、まあ、なんか今後なんだろう、
まだこれからまた1年後とかまた会った時にアクアリスタが進化してってね、一緒に何か面白いことを提案して違った今まで水槽とかをやられてなかった方とかの層とかも、なんていうんですかね、方も興味が持てられるような、すごくいいですね。僕新しいこと考えるんで、はいはい、新しいシステム考えるのね。嬉しいですね。そうそうそう、ありがとうございます。いや本当にシステムと、はい、まあ、使い方と、はい、まあ、それこそですね、私実は入社してまだ本当6年とか、はい、そのぐらいなんですけど、初めて、まあ、アンダーウォーターさんとお仕事したの、はい、私よく覚えてるんですけど、はい、私が水槽のレイアウトを依頼したのって、はい、蔦屋家電っていうところで、あの展示をさせてもらったんですね。大観山ですね。大観山、はいはい、二子玉川ですね。あ、そうかそうか、あっちの方。はい。で、そこで、まあ、私レイアウトの内容も、あのイラストとか写真で依頼して、はい、まあ、当時作ってもらってっていうことをやって、はい、で、あの時空の水槽に砂入れて流木だけ入れてっていうレイアウトを依頼してたり、 あと盆栽置いてとかも結構依頼させてもらって、はい、うん、それを まさに実現してくれているのが、まあ、アンダーさんなんですけれども、はい、なんだろうな、多分ね、私正直、まあ、その入社前のジェックスはあんまり知らないんだけれども、はい、空の水槽を置けるメーカーじゃなかったと思うんですよね。水張って魚を泳いでアクアリウムメーカーだよっていうのが、はい、まあ、多分ある、はい、でそれはもちろん当たり前だし、はい、やり続けるべきなんだけれども、でもアクアリウムの魅力っていうか、我々が扱ってるこのガラスの容器の魅力って、はい、それで終わってしまうのはもったいないよなとはすごく思ってる、はい、でまさにあの今回宮沢さんにやってもらったあの作品、はい、一般的な60センチ水槽じゃないですか、はい、今も普遍的に人気のやつ、はい、であれにレイアウトしてくれって言ったら、普通はあの中で綺麗なレイアウトするんですよ、はい、でもまあ今回の宮沢さんは、はい、あれを一つのまた素材の一個として、はい、でもっと広い範囲で作品にしてるじゃないですか、はいはい、ああいうことを僕はもっとチャレンジングにやっていってもらいたいなと思って、ね、あ、わかりました。いや確かにそう、なんて言うんだろ もうだから本当使い方とか提案とか、いやアクアテラリウムももう本当にド派手なの作られたりするじゃないですか、はい、もう身の丈以上にでかいやつとか、はい、でそれをね、多分まだまだ認知されてないんですよね、はい、多くの世の中のアクアリウム全く知らない人って、はい、下手したら青いプラスチックの枠に青い上部フィルター乗って、はい、青い蛍光灯が乗ってるイメージで止まってる人もめちゃくちゃいると思う、はい、でも我々がやろうとしてることはそんなんじゃなくて、はい、なんていうかな、もっと本当にかっこよくて、はい、なんていうんだろう、もう信じられないぐらい刺激的なことをそうね、やってるんだよってことをもっともっと伝えていきたいなと思ってて、そこを多分、うん、加藤さんと6年前会った時からちょっとだけ、はい、ちょっと見た目は違うんですけど、でも実際ちょっと同じ匂い感じるところが感じました、あると思うんですよ。私はもう、あ、この人面白いなと思って、もう多分ね、そこが今聞いてて分かったのが、うん、僕もあのアクアリウム、まあ、子供多分小学校2年生からやってるんですけど、うん、そこからずっとやってきて、アクアリウムってどっちかというと入ったきっかけが、うん、もちろんお魚も大好きなんだけど、その空間超かっこいいとか、うん、まあ、おしゃれとか、そっちですよね。あのね、ものすごくわかる、かっこいいものなんですよね、アクアリウムは。でも僕らが結構子供の頃、まあ、近いじゃないですか、どうしても、はい、ね、そうで子供の時だとちょっと若干その、うん、なんていうの、そういうお魚飼ってるとオタクだとか、まあ、まあ、正直今もまだある、まああるか。でも そう言われてきたけど、でもいやいや、おしゃれじゃんみたいなね、はい、いやだって、うん、本当にそう思いますよ。こんなにかっこいいのにみんな知らないのっていう感覚ありません？え、カズさん、中学の時も水槽？私は中学デビューで、うん、中学デビュー、はい、うん、もう角の曲がった水槽を使って、はいはい、当時バカ売れるやつですね、はいはい、そうか、そうですよね。あれを使って熱帯魚やって、それどこに置いてました、自分の部屋の？それは自室ですね。部屋のどこですか？部屋の、まあなんていうんだろう、そんな大きい部屋じゃなかったので、うん、まあ、入って正面のとこ、壁に、うん、なるほど。え、それ中どんな、何を？私は本当ミーハーだったんで、うん、華やかでサイズ感もあるっていうので、グラミーをいろんなの入れてました。あ、グラミー、ね、グラミーが、グラミーは確かに熱帯魚っぽくて好きでしたね。熱帯魚っぽくて、あのヒゲが意外とよく見ると可愛いね。そっか。僕も中学校の時は、はい、中学校の時に120センチデビューしたんですよ。でかい、でかい、もう普通じゃないですよ、その時点で。ずっと、まあ、めっちゃ上に怒られるけど買って、でずっとやりたかったのが、はい、ベッドの、うん、ベッドあるじゃないですか、はい、ベッド買ってのここにね、はい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 、起きたくて。あるんだ、この後ろに。それで夜暗くして、はい、
ゆらゆらゆらするじゃないですか、うんうん、アンダーウォータースペースだったんですね。なるほどね。そういやまさにアンダーウォーターの世界に、うん、世界暮らしてたわけですね。暮らし中学生一緒ですよね。いやでも、まあうん、スケールが全然違うけどね、うん、まあまあ、うん、でもそのスケールの違いが今やってることの違いな気がするんですよ、うん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 、だから宮沢さんはそこに多分その120センチの水槽に宇宙を見て、そしてそこに何かもっとこう人にもこの喜びを伝えようっていうのがなんか芽生えてきたのかなと思いつつ、私一回中学でやってやめてるんですよ。もうでその後復活したのが大学で、私あのバリバリの美術大学で絵画やってて、そうもうめっちゃアートで、私人生これからもうアーティストやるって決めてた。でその時にまああの水草レイアウトのめちゃくちゃ綺麗なコンテストのカタログとか見て、たまたままあペットショップとか回ってて、なんじゃこりゃと、はい、でその時に、まあ、あの同じことをねもちろんやってもいいんだけど、うん、私はあのすごい家具が好きだったの で自分がその時、私本当にちっちゃいボロい家を借家を借りてて、はい、もう本当オンボロだったんだけど大好きでその家が、でこの家に、まあ、インテリアとか凝ってたんで、はい、合う。でもあんな規模のでかい水草水槽作れないんですよ、はい、大学生だしよ、うんうんうん、でそんな人間ができるなんかないかなって言って、自分でだからこう容器に穴開けたりとかして、その時から自作してるんですよね。そういうことっすね。そういうことなんですよ。だからかそうだから、あ情熱の向けた方向がそこで多分俺と宮沢さんで違いが出てきて、もともとそうか、アートの美術の大学で、うん、めちゃめちゃ美術なの。そういうことだったんですね。そうなんですよ。で結構その水槽に、うん、でも俺が感じたのはやっぱ数学を感じるっていうか、でもその中で、うんうんうん、なんていうの、男心をくすぐるっていうか、うん、それのちっちゃい、まあね、両班で皆さんってことで、小さいバージョンでいろいろな、なんていうの、うんうんうん、ろ過システムがあったりとか、うん、変わった底面だったりサイドフローだったりっていう、はい、そうか、そういったところの、まあ、技術と、あとそのアート的な部分で、うんまあ、今のこのアクアリスタっていうのができてきたってこと、ね、まさにそうだと思いますね。だから自分の単位で、なんだろう、生活っていうのの中に水槽があることしかやっぱり執着できないところがちょっとあって、はい、まあ一回でも宮沢さんみたいなすごいこう展示会みたいなのも憧れるんですけどね、うん、せっかくね今日フリートークいただいたんで、ちょっと1年ぶりだから、今度じゃ逆に1年後、はいはいはい、また、まあ、私たちもアンダータスペースもいろいろと進化していこうと思って、うんうんていますし、ね、これからまたアクアリスもいろいろと進化していく中で、うん、あでもあれか、今回ちょっと見たっすよ、はいはい、僕が好きなこの、はい、これね、前このパカパカ、ね、パカパカパターン、はい、これいいっすよね。これがまた、はい、あ触れちゃう、あなんか触れなくてよかった。あいやじゃあいいです、いいです、じゃあまあ、いやそこ俺そういう細かいところ僕は好きです。ありがとうございます。でさ、はい、その掘り下げる感はたまらなく好きです。そうです。なのでね、はい、そうだ、私はさっき紹介してもらった形で、ちょっと、まあ、今なんだろう、水草を突き詰める方、ね、うんうんうん、あのあとはあの、まあ、いろいろ海水だといろいろいらっしゃるじゃないですか、うん、で僕はちょっと、まあ、新しいこととか、まあ、なんかそういう発想とか、うんうん、ってことで、うん、まあ、皆様に何て言うんだろ こう驚いてもらったら、こんな楽しみがあるんだってことをね、まあ、ちょっとアンダーウォータースペース UWS の方でもスタッフ一同みんなでねやっていこうと思いますので、また加藤さん、あのアクアリスタで、あれこれ、はい、とか新しいやつ、ね、それをちょっとなんか僕もいつかコラボしたいなと思ってるんで、もう待ってます。もうそのコラボをしたので、はい、いやいやこれ ね見ていただいた方とか一緒に来てもらえたら嬉しいなって今思った、うん、なるほど、まあ、超大歓迎ですよね。大歓迎、楽しみです、はい、じゃあちょっと私は来年、うん、加藤さんと僕の宇宙のスペースと、はい、加藤さんのスペースで、はい、何か一緒にコラボして逆にこう、あのこうね、今 YouTube とか見ていただいている方、うん、お客様とかも見ていただけるようなやつ一緒にできたらいいなと思いますんで。すごいですね。いや本当に楽しみです。一体何が来るんだろうと思ってワクワクして、やなんかふと思った。はい、はい、ぜひ楽しみにしてます。今後とも、はい、これからもよろしくお願いします。はい、はい、いろいろすごいの見せてください。はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。